どうもこんにちは、しらすみかんのしらすとみかんです。皆さん生きていたら、はい、急にピンポン玉投げつけられる時ってありますよね。よくありますね。生きてたらよくありますね。ね、はい、皆さんもそう生活していたら前からいきなりピンポン玉を投げつけられる、そんな時にじゃあどうすればいいのかっていう風に備えてますか。なので今回この動画を見れば、はいはい、いきなりピンポン玉投げられた時にどう対処すればいいかっていうのが分かるので、はい、ぜひね、参考にしてみてください。はい、早速継承していきましょう。レッツゴー。はい、まあ、まず僕はですね、もうこれ24時間ずっと警戒してるんで、まあ、毎日ね首からこういうものをつけてます。でこれはというものですね、はい、これでまあ基本的にはこれを回して、はい、そのピンポン玉を防ぐそれに特化したアイテムなんですかこれすごっ。そう、ね、でまあ普段はまあ僕もこれぐらいしか警戒してないんですよ。はい、でも今日は事前に準備してきてって言われたんで、今日は2つ。これはもう今一番ね、世界での防犯のあの協会とかでも注目されてるアイテムなんで、これでいきたいと思います。なので前からピンポン玉飛んできて、もうこれ、はい、空気のバリアができてますからね、うん、はい、100% 通しません、はい、通しません。これはね、もうこれはほぼ実証済みって言っても過言ではないんですけど、じゃあやっていきましょうか、はい、あ、もう早速僕からでいいですか。お願いします。はい、はっ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 だけめっちゃ通過するやん。ちょっとえ、もう一回やってみて。今のちょうど来る時、ちょっと絡まった。あ、それちょっと、はい、回らんかったんで。不具合みたいなもんやからね。そうそうそう、もう一回いい。本来こんなもんじゃないから、すいません。ちょっと次本気でいきます。お願いします。はっはっ、早く、はっ守ったすごいなこれ。まあこんなもんですよ。で今ならあの税込み39,800円で、あのこれ販売しますんで。高っ、はい、すごいねでも、はい、はい、ありがとうございます。まあこれはね、うん、もう僕が日々こうつけてるやつなんで、はい、じゃあ続いてね、私のターンですよ。はい、そんなんね、やっぱりこう回すのが大変じゃないですか。確かにしんどいし、はい、ずっとぶら下げとかなんかですか、うん、これはもうずっとこうやっといてないからこれはもうスタイル一緒これはもうね、もう普段はこういう風にこうちょっとおしゃれみたいな感じでやっといて前からピンポン玉投げられるっていう時にもこれを用意すればいいだけのものなんですごくね、皆さん身近にあるもので簡単に防犯できるんで、ぜひ今回これをねやっていきたいと思うんですけど、じゃあどうするのかっていうところなんですけど、これね、息を吹くとここからものすごい強烈な風が出るんですよ。はい、そしたらいきますね、こいつの威力を見てもらいますね。お、すごい、めちゃくちゃ飛んでやん。ピンポン玉ぐらいやったらもう遥か彼方に飛んでいくんで、はい、なので、はい、ピンポン玉こう投げてくるじゃないですか、はい、こう顔に近づいた時にこいつをと吹きかければこの風の力でファッとこう、確かに、ね、反発して跳ね返るので、はいはいはい、前からピンポン玉投げられたら、はい、向こう歩いてたら前からこっちピンポン玉投げてくるだったらこれこれなんで、あー、ね、すごくね、はい、手軽にピンポン玉をから守れると見よう。確かに、はい、なので早速やっていきたいと思いますね、はいはい、これは僕がピンポン玉をこう取り出した時からセッティングなんで、まず首にかけといてもらっていいですか。そうですね、はい、じゃあいきますね、はい、はい、早いなぁ、まあそれぐらいですもん、まあ、道ね、すれ違いざまに来られたらもう、なので今もう持ってたんで、はいはい、もうその時点でもうこうですよ、ね、普通、普段はね、だからポケットに入ってたらあれですけど、はい、ポケットに手突っ込んだ瞬間僕はこうですけど、今もう手に持ってたんでこうです。いやよ、ポケットに入れてください、ポケットに入れてください、ポケットに入れてください、ちゃんと
ポケットに手突っ込んだら僕これ構えられる。もうポケットに手突っ込んだ瞬間それ構えられたら嫌やわ。はいはい、切り替え、はい、はい、いきますね。ちょっと大変で、はい、もうあの、あらかじめ構えて、はい、構えていきましょうか。あとちょっと早いよ、自分。この距離やから、見えへん。でも、これやったらもう絶対普通に余裕でいけます。もう、なんやったら、うん、危ない、怪我するかもしれんから気をつけてよ、うん、はい、あの、跳ね返った時、目とか当たったらほんま危ないから。あ、はい、わかりました、うん、いきますね、はい。もう一回あれじゃん。まだやる？もう一回あれじゃん。まだやる？もう一回最後、まだやる？3度目出しはいい。もうこれはもうフェイントなしで、フェイントちゃんとやって、はいはい、フェイントはずるいわ。はい、いきます。もう3、2、1、はい、はい、3、2、1。これ買っていい？3万8000円なということでね、まあ今回、検証していったんですけども、結論言います。これが最高です。前からピンポン玉投げるやからにはこいつさえ持ってればね、もう安心なんで、欲しい方はチャンネル登録、そしてコメント欄にメッセージお願いします。バイバイ。